裏剣について説明します。人差し指と中指の付け根の関節の先端またはその裏側、そこから甲にかけての部分を裏剣と言います。実際に使う場合には正剣よりも近い距離で使う、または正剣よりも使い方によっては破壊力のある攻撃部位です。スナップを効かして打つ打ち方と、そのまま重さを生かして打つ打ち方があります。それでは実際に稽古の中で行ってみましょう。三鎮立ち、よーい、構えて、裏剣顔面打ち、左手、よし、2、3、4、5、6、7、